まずは今日なんて言っても海の日なので、こちら海の日の特別企画、海のリポートを送ろうお待ちしております。海にお出かけの皆さん、ぜひ送ってください。海が近くにない方は水辺など、海が連想できる風景、水海でも OK です。だってちょっと煽られてる大丈夫かな、誰これ考えた人そうね、いや水だったらいいんじゃないですか、何でもね、うん、琵琶湖は海に入りますか入るみたいですまさかのね、びっくりしましたけど今。そうなんですね、水海ですからね、はい、ぜひ滋賀湖でもお待ちして、あ、琵琶湖かなんでなんだろう、なんかトリッキー滋賀にある湖でも OK です。あー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 ということで難しいの、だから大まかに水海とか水系だったら OK ということですね。えでもう一個、もう一回ちょっと浮かれましょう。こちら花火リポート募集してるんですよ。でもあなたのおすすめの花火大会も聞いてます。いいよね、教えてほしい、いろいろありますよね。岐阜長良川いいですね。いや有名どころでね、もう聞いただけでね、あそこ知ってるっていうのをね思えますから。え、琵琶湖もやるんですか、湖の上で花火大会。あ、諏訪湖か、あれなんだろう、なんかもうなんでしょうね、湖難しい本当に申し訳ないです、全部琵琶湖って呼んでたね。あ、琵琶湖もありますか。あ、そういうのもいいですね。会場は見たことがあるんですよ、鎌倉は会場に打ち上がるんですけど、それすごいね綺麗だなと思ったの、砂浜で見るの。水の上っていうのがまたいいですよね、違って見えるので。じゃあ諏訪湖だったり琵琶湖もね見てみたいな、夢広がりますね、夏休みちょっとワクワクしてしまいます。